その花が好きな客は？ええ、それで今急いで買いにやって、もうそろそろできる頃なんです。俺一緒ショッピングするから右曲がって左曲がって右ですよ。待てよって名前だ。おい、お前昨日一体どこをうろついてたんだよ。昨日このバカ、昨日の夕方俺と居酒屋で会う約束したのは忘れたとも言ってるのかい。おい、はあ、そういや確か。何が確かだ。かもやね、金策の当てがあるからフレームズに居酒屋で会おうと言うから飲まず食わず待ってたんだぞ。それをすっぽかりだね。こんなところにお粗末らつらさらしやがって。まあこのうすらタコ作が、おお、うすらタコ作とはなんてことくるんだよ、これ。いや、俺は嘘言っちゃいねえんだってよ。実は金策に言ったらよ、その相手が引きつけ起こりやがってよ。何だったの？だから嘘言っちゃいないんだってば。ほんで俺はな、看病に手間取った上、医者代まで払わされちまって、で、オケラのパーだよ。何がオケラのパーだよ。俺はだな、お前が絶対確実だと言うから、相談や会場の方も昨日は特別に休業にしてだ。ということはね、珍しく持つものも持たず居酒屋に行ったんだよ。それから今まで数度一杯食ったきりなんだぞ。数度一杯、このうすらばたりが。どうだろうね、まあ、目の色変えて数度数度わみきゃって。いつもと同じに俺の懐当てにして、おからく一杯売れて火吹いてんじゃねえかよ。何？お前今何を言った？いやいやいや、何も言ってやしないんだよな。とにかく、すっぽかしたのは悪かったが、こっちにも事情があったんだから。事情だと？おい、金策に言ってるな、その引き付けを起こすようなバカたりを相手に、何が事情だと言うんだよ。だからしいわい！やい、このおから。俺のことならともかく、知り合いまでバカったりとは何じゃこら。俺許せないぞ。花山様。花山様には昼間おかるが危ないところをお助けいただきまして、お礼の申しようもございません。本当にありがとうございました。それに市村屋の旦那様、今夜は旦那様のような名の知れた方に来ていただき、この店も身に余る光栄でございます。本当によくおいでくださいました。ご主人よ、これ食らってる時には何言ったってダメ。しかしお二人ともお好きとはいえ、ものすごい食べっぷりでございますね。ものすげえを通り越して凄まじいよ、これは。